皆さんこんにちは。さあ今日紹介するのは久々にこうミリタリーギアな感じですね。今回紹介するのはですね、ハザード4のバンダリアミニシェルスリングバッグです。ハザード4のね、製品に関しては過去に何度かね紹介しますので、この右上のカードがね動画の概要欄から見てくれると嬉しいです。はい、ということで今回はこのねハザード4の、スリングバッグなんですが、これね前に紹介したピルボックスにねよく似ていますね。これね肩掛け1個の肩掛け式のスリングバッグなんですけど、こんな感じでハードシェル型のデザインになっています。本体のサイズなんですが、縦が39センチ、横が16センチ、厚さが約10センチ、本体の重量がね約 680g となっています。で材質はですねほとんどが1000デニールのコーデュラナイロンとなっています。で本体の重量 680g といったんで、こうね結構小型で、中身何も入ってないんですが割とずっしりとねきます。で大半の重さはこの本体のこのシェルですね、この部分になっています。非常にね弾力性があって、で、まあ、質感もねすごくいいですね。艶消しマットな感じでこの繊維のあれが見えて超かっこいいですよね。で本体の上部の方にはねこれマジックテープのメスがついた、モールがね 1,2,3 ってついてるんで、ここにねポーチを増設することもできます。本体の裏の方はねこんな感じでメッシュの、パッドがついてるんですが、このねストラップとこのメッシュの部分の質感に関してはちょっとねこのハザード4の製品にしては少しんっていう感じです。あとこの、肩掛け式のこの部分ですね、このストラップがねすっごい、まあ、言い方悪いですけど、まあ、安っぽくてチャッチーんですよね。すごくねこれ全体的に質感が高くてねかっこいいんですけど、この部分がねちょっと微妙なのは少し、まあ、どうなのかなって感じがします。で話をちょっとね悪いようになっちゃったんでよくしますと、こんな感じでねバックルに関してはこのロックがついててね、これハザード4のね、独特のこのロックシステムがついてるやつが採用されてます。これまあ、ピルボックスではなかったですけど、プラン B とか他にもフォトリーコンとかもこれ同じ仕様ですよね。でストラップはねこんな感じで束ねることもねできます。そして最近のねこのハザード4のこういうバックパックとかこのスリングバックの方にはこういったカメラをねこうつけるためのこう固定具っていうんですかね、はい、ここにミラーレスつけて後ろからねこの4分の1インチネジで止めるっていう、まあ、こういったものもついてるんですけど、正直ここにカメラあんまつけてブランブランさせるのは、まあ、どうかと思うんですが、割とこのね最近この同社はここにカメラつけてくださいってことでオプションパーツ様々出してるんですよね。はい、でこの本体のこの、ショルダーの部分はここ左右ねどちらでも入れ替えっていうんですかね、こう右に背負っても左に背負っても、まあ、どちらでもいいようにこんな風にね、このショルダーパッドの部分はこう動くみたいですね。はい、それじゃあね内部の方行ってみましょうか。1段目を開けるとねこのメインの収納のスペースになっているんですが、こんな風になっています。これもフォトリーコンですとかピルボックスとね作りはほとんど変わんないですね。でここがメインのものを入れるんですが、こんな風にねマジックテープで仕切られていまして、ここね蓋も全部マジックテープでこうサイズを変えることができるんで、まあ、入れるものとかによってねそれぞれ使い分けることができそうです。他にはこのゴムのバンドが横についていまして、ここにペンライトとかね挿すこともできそうです。で下の方にはちっちゃいマジックテープで蓋がついたポーチが2つついていますね。まあ、SD カードとかでちっちゃいコインとか入れるには良さそうです。で、他にもここに2つね、ペン立てがあるんで、まあ、ここにもいろいろとね差し込むことができそうです。でこれねシェルの裏の方にも結構それなりに、サイズのあるねこう収納スペースがあるんで、まあ、割とかさばるものはこっちに入れてしまってもいいかもしれません。裏の方はですねこんな風にファブリック生地がね貼っていて、まあ、中のものとか傷つくことはね少なそうです。ただここ結構ねメッシュで空間があるんで、あまりガタガタって物が揺れるんで、ちょっとそういったものをね入れるときは気をつける必要があります。そして、2段目ですね、2段目の方にもスペースがあって、ここはですね、はい、表もこの裏もね全部こう柔らかいファブリック生地がね貼ってあって、まあ、これにねなんか貴重品っていうんですかね傷つけやすいものとかも入れることもできそうです。でここにも、同じくねマジックテープで仕切られた袋が一つと、あとこのもう一個上の方にもそれなりに、
袋大きさの大きさのあるね袋がね、2つあります。これメーカーのホームページ見るとここの部分とかに結構ピストルとかをね、まあ隠し持つっていうんですかね、そういうコンシールドメントな感じのねものを使ってるんですけど、まあ、日本じゃそういうことはね使うことはないんで、そうですね、まあこういったところにそのデジタルガジェットっていうんですかね、デジカメとかそういったものをね収納してみるといいかもしれません。それじゃあねちょっと実際いろんなものをねちょっと入れてみましょうか。まずはですねこちらうちのチャンネルでもねよく紹介している GoPro Hero 9とメディアモジュラーをつけた状態です。この状態だと結構ね本体の大きさというか厚みがあるんですが、これは多分この袋のところに余裕で入りますね。うん、このウィンドジャマーとかがちょっと邪魔になるかなと思ったんですけど、そういったこともなくねしっかりと収納できます。で、DJI ポケット2と行きたかったんですが、ごめんなさい、今ね他の動画でも言ってるんですが DJI ポケット2ね修理に出ちゃったんで、オズモポケットに急遽ねこんな感じで右三脚をつけて、おそらくねこのくらいのサイズが、DJI ポケット2にルビットオールハンドルをねつけたサイズなんですよね。なんでこれをそうですねこの部分にでも入れてみましょうか。元からこの DJI ポケット2って結構本体長いんで、こんな風にすれば、うん、多分大丈夫だと思います。他にもそうですね、じゃあこの、よく使う、このバッテリーですかね。このバッテリーを、どっかに収納できないかな。そうですね、まあ、もしあれだったらバッテリーのままポンって置いてもいいかもしれないですね。他にもこれ GoPro のバッテリーですね。これを、じゃあこの辺にでも入れて、あとはこのケーブル類ですかね。ケーブルはじゃあこの辺にでも入れておきましょうか。はい。で、最後ね、ちょっとGoPro とかで使うこのミニ三脚ですね。これも、この部分とかにちょっと入るかな。はい、全部ね収納してみました。 DJI ポケット2はこの中に入れて、三脚とかケーブル、バッテリーはねここの部分に収納して、一番かさばるね DJI にあった、GoPro Hero 9とメディアモジュラーはこのスペースに入れて、で最後バッテリーですね、バッテリーはこの上の2段目の方のね袋に、はい、入れてみました。ちょっとこれでね閉まるか、試してみましょうか。そうですね、これ収納力の話になっちゃうんですけども、これ他の方もねレビューで書かれてるんですが、正直言ってねこれ本体の大きさに対してその収納力ってそんなに良くないですね。はい、ただやっぱりこのシェル型のねこういったハードケースなんで、まあ、カメラとかねそういったものを収納するにはいいですね。例えば今回は GoPro とこの、オズモポケットでしたけども、それ以外にもねこの厚さ10センチあるんで、そうですね、まあ、今で言うと ZV-1 とかあとミラーレスとかだったら、よっぽどねこう薄いレンズつけるんだったら、まあ、収納できると思います。はい、でまあそうですね、全体的にこう収納するとねずっしりきますね。入れたものは大したことないんですが、まあ、やっぱり本体が 680g あるってことなんで、そこがね、少し悪さしてるのかなと思います。それじゃあ実際ちょっとこれ身につけてみましょうか。はい、ということでね実際にこのミニシェルスリングを背負ってみました。そうですね、背負ってみたいな感じなんですが、まあ、これさっきもね言ったんですけど、このねショルダーストラップの部分がね正直そこまでクッション性が、高くないので、それなりにねこの重さをずっしりと感じますね。で実際物を出すときはこんな風にぐるっと本体を回してくるだけでいいんで、そんな、まあ、苦ではないですね。で出すときもよいしょっと、こうちょっとジッパー開けてこんな風にすればね、結構簡単に物は取り出せるかと思います。ただですね GoPro のようにある程度かさばるものだったりするとちょっとね取り出しにくいですね。うん、で再度しまうときも、まあ、少し慣れが必要というか、まあ、これは仕方ないですかね。うん、全部のねこの部分にアクセスすることは、まあ、そんな難しくはないんですが、ちょっとねもう一度、まあ、しまうときには、一癖ありそうです。で2段目のね部分も一応ここからアクセスはできるんですが、あちょっとこの部分、このね2段目の部分は一回ね取り出したらもう一度しまうときはね、これ実際バッグ下ろしてからじゃないと
厳しいですね。どうしてもこの1段目の部分でグッと圧迫されてるんで、少しね、まあきつい感じがします。で、戻すのはそんなにね、はい、難しくないですね。やっぱりちょっとそうですね、これだけしか物が入ってないけど、背中にね、ちょっとこう重量感があるかなっていう感じがね、はい、します。で、もちろんね、このバッグの使い方っていうのはこうメインで使うバッグではないんですが、例えば旅行とか行った時に、ホテルにね、部屋に全部、荷物置いて、で、もうあとはもう、なんだろう、カメラとか、ちょっとそういった小物だけ持って外出たいっていう時は、このね、スリングバッグね、すごくね、いいと思います。やっぱりこのデザインもね、やっぱ素敵ですよね。唯一無二の、まあ、形っていうんですかね、ハザード4らしい、まあ、非常にこう好戦的なデザインで僕ね、すごく気に入っています。で、他にも例えば僕が今やってるこうね、街の中ちょっとぶらつきながら少しカメラでね、動画撮るっていう、まあ、そのくらいの用途であれば、バックパック うちで使ってるね、ミステリーランチのね、このスリーアサルトパックがちょっと大げさすぎるので、そういった意味ではね、こういうミニスリングとかをちょっとだけ持って、財布とね、カメラと、まあ、小物だけ持って外出るっていう、そういう用途だったら全然これでね、いいかと思います。あと値段なんですが、ハザード4の商品の中ではかなり、ね、安価な部位に入るんで、まあ、こういったハザード4の商品は欲しいけどちょっと高いかなっていう方もね、これであれば結構手が出しやすい価格かと思います。はい、ということで今回は結構あっさりでしたがね、このハザード4のバンダリアリニシェルスリングを紹介しました。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、ちょっと不定期なんですが、こういったね、まあ、ミリタリー系のガジェットですとかね、カメラですとか、そういったものをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。